今から向かうのが、町の郵便局になります。後ろに見えているのが郵便局になります。ここに今から行ってきます。蜂がそのまま木箱に入って、郵送されてくるっていう形ですね。この箱のところにアドレス、ラベル、宛先が書いてあって、そして、このままこの蜂たちはジョージアから送られてきました。この蜂一匹外に出てるみたいなんですけど、ずっと張り付いてるそうです。多分あの女王蜂クイーンが中にいるので、そこにくっついてる。それでは今からお家にこれを運んでいきます。今お家に戻ってきました。下に死んでる蜂がいるんですけれども、上の方に固まっているのが生きてる蜂になります。それでは今から、蜂を巣箱の方に入れたいと思います。今日郵便局の方で受け取った蜂がいるので、それを新しい巣箱の方に入れる作業をしたいと思います。これが、巣箱に入れるための蜂になります。今回は1箱分の蜂だけになります。これ土曜日に刺されたんですけども、今だいぶもう針が引いてきたので、でも今日また刺されたら結構厳しいです。
Yesterday, you can look. We gave him one jar yesterday.
しているので今日はこのまま全部残して少し蜂が落ち着くまで様子を見たいと思います。で2番目と1番目の巣箱なんですけれども、みんな元気に生きていたので、ポリンパティっていう栄養剤の方を今上に乗っけました。